ペット奏者のまみやんこと中尾まみです。本日のテーマはこちら、楽に演奏するためのブレステクニック参戦。トランペットを演奏するのに欠かせないブレス、皆さんも日々楽器上達のために練習に励まれているかと思いますが、何をするにもやはり適切な息、ブレスができていることは前提条件です。呼吸が苦しい、楽に音を鳴らしたい、そんな方はぜひ参考にしていただければと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。楽に演奏するためのブレステクニック1つ目、自然な呼吸。こんなのテクニックでも何でもないじゃないかという声が聞こえてきそうですが、これ案外できてない方多いんです。普段呼吸をしている時って特に何か意識をして呼吸している方は少ないと思うんですが、楽器を構えた瞬間、肩とか胸とかいろんなところに力を入れて呼吸をする方結構見かけます。息を吸わなければと変に気合が入ると呼吸が不自然になります。息を吐けば勝手に吸いたくなる、逆に息を吸ったら吐きたくなる。まずは楽器を持っても常に自然な呼吸でいいんだと再認識することが大切ですね。楽に演奏するためのブレステクニック2つ目、空気が出入りしている場所を理解する。私たちが息をするとき、実際に空気が入っているのはどこでしょうか。腹式呼吸というワードをよく耳にしますが、実際に息はお腹には入りませんよね。私たちは肺で呼吸をする生き物です。ではその肺はどこにあるのかというと、肋骨に覆われるように存在しており、呼吸するときは思っているより体の上の方を使っています。なので一つ目でお話をした自然な呼吸ができておらず、お腹に空気を入れようなどと下に意識がいってしまうと、体を硬くする原因にもなります。息はここに入っていくんだなということを理解しておくことは、ブレスコントロールをする上でとても重要です。楽に演奏するためのブレステクニック3つ目、パワーのある息を吐く。いい音を鳴らすためには体の中でパワーのある息を作り出す必要があります。体の外に息を押し出す力です。自然に呼吸をしていても肺の収縮などである程度圧力はかかりますが、トランペットは息のスピードで音の高低を変化させるので、さらに細かい設定が必要です。そこで活躍するのがお腹の周辺にある筋肉たちです。横隔膜や腹筋、丹田付近にある筋肉を使い、さらに圧力の高い息を作ります。それらの筋肉を使うからこそ腹式呼吸という言葉が生まれたのかもしれませんね。お腹の筋肉は外に出ようとする息をサポートするといった役割があります。ただ闇雲に息を入れるだけでは有効に働きません。トランペットのマウスパイプは口からまっすぐ伸びています。そこに息を入れようとするとき、どうしても前に息を吐きたくなるのですが、そうすると体の内側方向に上半身を固めるような筋肉の使い方になります。結果柔軟性も失われ、ブレスもしづらくなります。先ほどもお話しした通り、呼吸は肺で行います。肺から息が体の外に出るには気管を通ります。つまり上方向に進まないといけません。イメージとしては上顎の部分、口の天井をめがけて息を吐く感じです。そうするとお腹の筋肉はどう動きますか？上方向に動き、外に出ようとする息をサポートするような働きをしてくれます。こうすることによって適切な圧力がかかり、パワーのある息を無駄なく作り出すことができるんです。体の本来の動きを知ることで快適に楽器を演奏することにつながります。ぜひ一度ご自分のブレスについて観察し直してみてくださいね。さて、いかがでしたでしょうか。この動画良ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。今回はブレステクニックということで改めてお話をしてみましたが、楽器演奏に正しいブレスは必要不可欠です。それができて初めてその他のテクニックにつなげていくことができます。ブレスが適切であれば体も適切な動きをしてくれるものです。定期的に見直してみるといいですよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のまみやんこと中尾まみでした。バイバーイ。